衆議院の3つの補欠選挙は朝から投票が始まっています。自民党の派閥の裏金事件が発覚してから初めての国政選挙です。今回の補欠選挙は議員の死去や辞職に伴うもので、東京15区、島根1区、長崎3区で行われています。このうち、島根1区は唯一、自民党と立憲民主党が対決する構図となりました。 東京15区では昨日までに有権者のおよそ13%にあたる5万6169人が期日前投票を行っています。投票は原則朝7時から夜8時まで行われ、即日開票され、今夜、体制が判明する見通しです。